はい、どうも、皆さん、こんにちは。2019年の3月の2日、16時42分です。よろしくお願いします。ふわっちとツイキャスの同時配信をやっております。コテハンでコメントを書きたい人はツイキャス。匿名でコメント書きたい。誰が書いてるのかわからないコメントを書きたい人は、ふわっちの方でコメントを書いてください。よろしくお願いします。はい、ワドツ。にいらっしゃい、ワドツ。よろしくお願いします。おめでとうございました。はい、おめでとうございます。はい、ワドツ。皆さん楽しんでってください。ワドツ、名前のことは聞かないでください。どういうことですかね。名前のことは聞かないでください。どういうことだろう。ちょっとよくわかりません、ワドツ。はい、ワドツ。コンティニーコインありがとう。コンティニーコインよろしくお願いします。お茶爆ありがとう。はい、こんばんは。バガーありがとう。どうして泣いてるの？ツイッターの、ごめんなさい、よくわかんないです。はい、ごめんなさい。ミノムシさんいらっしゃい。久しぶりだね、ミノムシさん。はい、ワドさん。はい、ワドツ。楽しんでってね。お茶爆ありがとう。はい、お茶爆ありがとね。みんなお疲れ様です。M さんとヘッジしてないっすよ、僕は。コンティニーコインありがとう。コンティニーコインが欲しいですね。よろしくお願いします。はい、ワダツ。ボーイいらっしゃい。お、放送こちらこそ見に来てくれてありがとう。ラランさんいらっしゃい。こんばんは。コンティニーコインありがとう。コンティニーコインは無料ですね。はい。キャス君ありがとう。のんちゃんとはお別れしましたね。はい。1ヶ月前に振られちゃいましたね。コンティニーコインは延長が無料になるんですよ。コインが5枚集まると。なんで泣いてんの？どうしたの？金髪になってます。はい、金髪になってますよ。ブルーに髪の毛染めようと思って。はい、こんにちは。似合う？ ありがとう、ありがとう。あ、コンティニーコインぜひ投げてもらえると嬉しいですね。M さんの写真は後で現像っていう作業をやるんで、後で今日中には多分アップロードできますね。ここからですか？ここから？そうね、今、ブルーにする前の段階ですね。はい。もう2回ぐらい髪の毛は脱色しないといけないですね。もう2回ぐらい脱色します。コンティニーコインはね、1人毎日5枚出せるね。俺の放送楽しみにしてくれてんの、ありがとう。すげえ嬉しいよ。ありがとね。こういう名前に変えさせられた？あ、そうなんだ。官能小説。はい、ワダツ。花火余ってるけどいるかい？ああ、お願いします。髪の毛痛むよ。めちゃくちゃ痛む。あんまり触れられたくないことをネットに流さない方がいいよ。不特定多数の人が見てるわけだから。触れないでって言われても、それ、じゃあなんで不特定多数の人に向かって表現したんだってなるから。さっきのね、念頭がなくなると、まあ、こんな感じですね。念頭の人いなくなったね。まあまあ、そんなもんだよ。構うから連投するんだよ。だから構わなければいなくなるんだ。だからほっとくのが一番いいんだよ。無視するのが一番いい。構ってもらえるんだっていうことでずっと続けちゃうから。
最近あんまり配信やってなかったけど、忙しかった？めちゃくちゃ忙しかったですね。2月はもうパッツンパツンだった。2月は超忙しかったね。だから普通に楽しめばいいんだよ。コントロールできないものをコントロールしようとすると不幸になるからね。アイワダツ、俺エクスパンドは結構好きだけどね。あいついいやつだよ。才能あふれてる。ありがとう25号さん、嬉しいよ。ありがとう。最近放送少ないからごめんね。なるべく頑張って放送やるね。ありがとう。俺も放送ね、ちょっとできなかった日が多かったから。下にコメント見える。そう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 、ツイキャスの人はこうやってラランって出て、コテハンが出て、でブルーになる。でふわっちの方はふわっちのイメージカラーの黄色で匿名。いやー、バイトはしないかな。付き合いたい？本当に言ってんの？もう冗談でも嬉しいですね。かっこいいかな。まあじゃあ LINE 待ってますね。 DM から LINE 待ってますよ。18号さんから。どんな人なんだろうね。はい、ワード2。お、ゆいがいがいさんいらっしゃい。素敵すぎます。抱かれてもいい？マジか。抱かれたいんだ。絶対嘘でしょ。これはね、昔からあるニコ生のソフトですよ。コメントビュアーですね。コメビューです。もう昔からあるよ。古いニコ生の配信者はこれよく使ってたけど、最近使う人少なくなってきたね。お疲れ様。ニンニはあれだよ、ニンニだよって嘘ついたらダメだよ。ニコ生のコメントビューアーじゃないね、これは。ニンニはニンニでブルーでコメント書いてる。ニンニはあれだもん、キツネ枠嫌いだもん。キツネ枠見に来ないよ。埼玉県民なんだ。近いですね。僕は新宿なんで。おはようございます。埼玉からだったらね、全然新宿近いからね。ワドさんに会うには条件ありますか？条件？どういうことですか？条件って、条件ってなんだろう。例えば新宿と埼玉そんな遠くないですよ。池袋から入ってこれるんで。わかんないよ。ケチャップとマスタード全身にぶっかけられて爆笑してたよ、 M さん。何の表現なんだろうって。まあ俺はモデル側だから、あの時はまあカメラマンの指示に従うよね。捨て頃まで3ヶ月だね。どうなんだろうね、盛り上がるのかね。 OBS は無料ソフトですね。ニコ生に限らず使えますよ。 OBS は無料です。
癒される、ありがとう。癒されてって。ね、お金に困らないっていうのは大事なことだからね、うん、心の余裕が手に入ったよそういう顔で見てんだ、うん、悩みが、悩みから解き放たれたね、うん、ね、勝ち負けではないけどね、うん、生活保護受けてないよ。ああ、まあまあまあ、お金の余裕は心の余裕、間違いないね。ねえ、見に来て見に来て、のんちゃんとはお別れしたよ、うん、見えないマンスリー1位、うん、声ね、声たまに褒められるけど、俺は自分の声苦手なんだけどね、うん、300万は入ってないよ、うん、のりこと別れてよかった、うん、OBS の録画同時にエンコードしてくれて助かる。前はアマレコ使ってた、うん、あ、レインくんも出るんだ今回。え、レインくんってまた出るの？あ、そうなんだ。自分で自分の声は違和感あるのは、耳って膜じゃん。で、体内で響いてる音が半分と、外から聞こえる声、空気の振動が半分なのね。だから外部から聞こえるヘッドホンとか録音した音を聞くのは外だけの音だから、 100% 全員違和感あるの。だから、ボーカルの人、バンドマンでボーカルやる人がびっくりするんだよね。自分が普段聞いてる声と別の声が聞こえるから。それをね、調整するのに半年ぐらいかかるのね。外で聞こえてる音がどういう風に聞こえてるかっていう発声法をしないといけないから。レインさんは空手なんだ。まあ、男と女は分かんないよ。まあ、のんちゃんのこと言うの悪く言うのやめてほしいかな、うん、もうお別れはしたけどね、あんまり悪く言わないであげてほしいかな。ダメにしたジーンズは捨てたね。あーね、違和感あるよね、うん、あ、いやいや、謝んなくていいよ。人のことをね、悪く言うと自分に返ってくるから。人のことね、ディスれるほど容姿に恵まれてるのかねっていう。いい人見つかるといいな、タラレバの話は僕はあんま好きじゃないっすね、うん、不確定な物事をこう確認してもあんまり意味がないじゃん。エクスパンドをブロックしないよ俺は。エクスパンド好きだもん。どんな人がタイプ？もう好きになった人がタイプだっていう。もうつまらないことで申し訳ないけど、好きになった人がタイプですね。どれさんに声似てるんだ？
いや、ラジオの時は顔出したくない時だね、俺が。それは深読みしすぎだね。ラジオの時は俺が顔出したくない時だね。なんで人気出ないんだろう。それが分かってたら人気出るでしょう。なんでだろうね。全然ファンがいないんだよ。全然ファンがいない。いや、寝てないよ。顔は芸能人だと足立由美みたいな顔とか好きだけどね。ジュディマリのユキとか、ああ、会話を楽しみたいんだね。がめついかな。そうかな。ああ、そうだね。童顔で年齢が高い人が好きかもしれないね。ロリコンではないんだよね。童顔が好きなんだよね。童顔で年齢いってる人が好きなの。まあまあまあ、テルチャンピー今稼げなくなってるっぽいかんね。自己分析はできないよね。他人のことはよく見えるんだけど、自分のことはよくわかんないよ。自己分析しても意味ないから、あんまり考えないようにしてる。そこは考えてもうまくいかないことの方が多いからさ。なんか、なんだろう、子供に見えちゃうんだよね、女子大生以下って。なんか社会人経験してたりとかの方が会話が成立するから、なんかあんまり若い子のノリあんま好きじゃないんだよね。なんか幼く見えちゃうんだよね。子供に恋愛感情わかんないでしょ。わかんないでしょ。いや、振り込みないよ。社会人経験はあるんじゃないかな。アニメの制作会社とかで働いてたことあったみたいだね。寒いな。通話っすね、はい、連絡が来てでって感じですね。最近ね、なんかリスナーさんからね、連絡、いろんな人から連絡来るんだよね。 LINE か、 Twitter じゃなくて LINE で、リスナーなんですけどって頻繁に来るよ、いろんな人から。女の人も男の人も。ありがとう、花火ありがとう、大好き、ありがとう、匿名さん花火ありがとう、いただきます、ありがとう。優しいかな、優しいのかな、弱いだけじゃないの。俺は優しくないよ。ありがとうね、花火ありがとう。ああ、いつもありがとうね。まあ電話出れるときは出るよ。このコメビューいいよね、読みやすいよね。ワード好き、ありがとう。彼女にしてくださいとかは別に来てないね、そういう連絡は来ないね。なんか頑張れよみたいな、彼女に振られてもいい人見つかるからねとか、そういう感じ。あとお金に困ってないとか、企画代だったら出すよとか。いや、被害届とか出さない。そんなことを
いいよ、騙された方が悪いんだから、そんなの被害届いちいち出してたらきりないよ、遊びなんだから、遊びに一回一回裁判とか被害届出してたらダメだよ。もう本当にひどかったらあれだけど、実害があったら別にね。新しい年号なんだろう、わかんない、なんでもいい、元カノと何もないよ。元カノと何もないよ。谷町は昔いたことはあったけどね、あのなんだろう、あのうなちゃんマンに壊されたパソコンの時にすごい大口の人がいて、で旅配信とか全部金出してもらったけど、それ以外はいないかな。その人ともすぐ切れちゃったけどね。新しい原稿が和の道絶対ないね、絶対ない。なんかね、あの使える漢字って決まってるんだよね。小学なんだっけ、4年生以下が使う漢字で、とかなんか法則があるんだよ。小学生でも書ける漢字とか。お前オナニーは毎日してるね。夜の営み下手ですよ。いやパソコン壊されたんだよね。なんでかはウナに聞いてほしいよ。ひどいよね。言語和道なんだ言語和道だったらすごいよね。さすがに知ってるかな、昭和天皇面白い人ですよ、和道観念。たまに間違える男がいる。童貞だったんじゃないの。かっこいいのは何人ぐらいいるんだろう、わかんない、わかんないな。いやそりゃそうでしょ、セックスしたいよ。それは男だったら全員そうでしょ。セックスしたくない男っているの？本能だからね。性欲普通ぐらいじゃないかな。暖房治ってない。あ、イケメンはセックス下手だよ。性欲はあるでしょ。メッシーに似てないと思うけど、わかんない、言われたことない。メッシーに似てんの？いやそれは言われたことないな。キンバエちゃん、サメちゃんとキンバエはラブドール買うってイベントの賞金で、ああいいんじゃない。ラブドール買えば、ロナウジーニョには似てないでしょ。ロナウジーニョはドリブルトリッキーだよね。なんか踊ってるみたいだもんね。ワドツー
男官塾やってますよ、全然。まだ作品がアップロードされてないだけで。はあ、AF 似てるね。AF すっぴんブスだかんな。化粧すると可愛いけど、すっぴんすげえブスだよね。うん、はい、いらっしゃい。シルバー欲しい。ああ、本当にありがとう。今作ってるやつはね、多分10万前後になると思いますね。あの、プラチナとか金とかも対応できるんで。マジか、ありがとう。ぜひぜひ、購入してください。あ、フォロー外しちゃったんだ。男官塾って解放出てくるの？まあ一応本人受かってるわけだからね、出てくるよ。うん、100万出していいの？本当に？だったらあのなんかゴージャスに原価を上げることもできるし、あの金では作れるかな、グラム数によるんだけど、まあまあ、あの特注対応もできますよ、100出してもらえるんなら。っていうかまあ10個買ってくれればいいし、うん、アカウント、え、もう一回、え、何何、アカウント名の男官塾スタッフ。ああ、いやいやいや、あの、なんだろう、今更新されてないから、更新されるのをアットマークにつけてるだけ。まあそれだったら10個買って知り合いとかに配ってほしいですね。300円で売るわけねえじゃん。まあ多分10万前後になると思いますね。ありがとう、ミノムシさん、花火ありがとう。花火じゃない、お茶箱ありがとう。ありがとう、サンキュー、ありがとうございます。ピアスとかは作らないですね。ピアスは作らないです。あ、1万では売れないね。オーダーメイドだから。もうごめんね。3、4万も難しいですね。申し訳ないです。うん。ごめんね。あー、メガホンありがとうね。シルバーが高価っていうか、まあ原価は高いですね。指は作らないですね。作れますけど。おはよう、おはようございます。まあ指輪とかさ、世の中にいいものがいっぱいあるからさ、ね、いいものがあるのところで勝負しても意味ないからさ。お母さんって誰？お母さんに似てる？誰？お母さん。母さんっていう配信者、シルバー925でも、950でも、うん、ホワイトシルバー、ホワイトシルバーじゃない、ピンクシルバー、イエローシルバーとか対応ができますね。だから925で作ってくれっていう、まあ基本のラインナップは925でいくんですけど、ピンクシルバーとかにもできるよ。
要はね、原型ができたら、あとは何をキャストするかっていう問題だから、プラチナでも金でも同じ形で作れるから、ただちょっとね大変なんだけどね、プラチナとか金とか柔らかさが違うの。そう、持ってる材質の柔らかさ、硬度が違うからちょっと難しくなるけど、でもゆいこさんがそこはもうプロだから、今ツイッターに写真貼ってる段階ですね。ツイッターフォローしてる人は今どの段階か分かると思うよ。いや、ライバルとかないよ別に。クロムハーツ俺は嫌いなだけで、俺は別に誰かと競って何かを作ってるわけじゃないよ。この前まあ、途中までできてるけど、今ゴムの液体に使ってる段階かな。このパーカーしか持ってないの、服。リスナーさんから4年前か5年前プレゼントされて、服をこれしか持ってないんですよ。映画進んでますよ。映画いい感じに進んでる。まあ写真こんな感じでアップロードしてるかな、これが俺の作品だね。ツイッターに写真あるからツイッター見てみて。これだね、ここまでできてるね。今日から走ろうと思ってるね。今日から再開する。一回ね、体がもうガチャガチャになって30分切れなくなっちゃって、で1週間から10日休んだ方がいいって言われて、俺も怖かったんだけど一回休んでみて、その人の言うこと信じてみようと思って。洋服のメーカー、まあジーパンはリーバイスっていうぐらいかな。それ以外は特にこだわりないね。便座ね、直したんだけど壊れた。また、プロフィール欄に書いてありますね。体重は戻ってはないね。少し太った。 1.5 キロぐらい太ったけど、もう食いたいもん食ってストレス抜いて体の疲れ全部抜けたね。あ、サンゴ礁みたい、有機的なデザインにしようと思ってて、自然界にあるようなデザイン、うな重食べると元気出る。あー、いいね、スタミナつくもんね、体重制限はないですね。ないです。今回の捨て頃は体重制限ゼロ。便座はね、割れてるからね、そこに体重かけないようにしてるの、そこに体重かけないようにしてるだけ。気分的には楽だけど、どっちにしろ10キロ落とすから、俺は65キロで行くよ。セコンドは決まってないですね。セコンドなしで行こうかな。今回セコンド決まってない。そうね、やっぱりスタミナと心肺機能と体幹つけた方がいいだろうね。技術は時間かかるからね。ロハコさんは亡くなったよ。
それは笑えないよ、そのコメントは。まあ応援してくれてるね、人にね、やってもらおうと思ってる。ドレさんはやらないでしょ。ありがとう、見てくれてたんだ。捨て頃の試合頑張るね。頑張ります、ありがとう。ドレさんって嫌なやつ。あ、ドレさん昨日映ってたんだ、金梅さんの放送に。へえ、見てないな。昨日なんかあったの？昨日何があったか分かんないな。どんな人がタイプ？あ、好きになった人がタイプですね。優しい人が好きだな。優しい人が好き。一緒にいて楽しい人が好きですね。プリンセスに向かいます。和道さんに謝りたいから近いうちにプリンセスに向かいます。お会いして詫び入れたいので鍵開けといてね。鍵は開けとかないですよ、誰だか分かんないですから。誰だか分かんない人を僕の家に入れないですよ。どれが企画した沖縄のトムに会いに沖縄へ行く話なくなった。え、そうなの？え、沖縄企画なくなったの？マジで？あれ楽しみにしてたんだけどな。そうなんだ、なんでなくなったんだろう。どれさんは行くんだ、他の人が行かないってこと。どれもみんながやめるからやめたって言って金梅激怒。ああ、それは怒るわな、それは怒るわな。企画者がサジ投げたらそれは怒るでしょ、振り回される人は。それは怒るわ。なんだそれだよな、それはダメでしょ。それはドルさん悪いわ。
愛子ちゃん、なんか愛子ちゃんから連絡来たな。そういえば。いや、愛子ちゃんもう出たんでしょ。愛子ちゃんから連絡あったよ、さっき。エクスパンドさんね。愛子さん女の顔になってた。そう。いや、愛子さんから昨日連絡来てたね、夜中に。朝方かな。さっき返信したけどまだついてない。寝てるのかもね。愛子ちゃんのタイプじゃないでしょ、俺は。リスナーでも隣に放送乗っていいなら言っていい。あ、全然いいよ、全然いいよ。なんで俺の放送に移りたいの。全然構わないよ。男性ですか、女性ですか。もう全然いいよ。愛子ちゃんはお金持ってる人が好きだと思うよ。うん。いや、来ていいよ、全然。全然いいよ。うん。捨て頃、俺のルールはボクシングルールだね。今日は24時間は配信しないね。うん。あ、女性、いいよ。放送乗ってみたかったら全然、あの前もって LINE とかで連絡くれたら、あ、ババアでも全然構わないよ。放送コラボしたいって言うなら全然いいよ。いや、別に条件とかないっす、ないっす。全然。GG でも全然いいよ。リスナーさんが出たい人がいたら全然構わないけど。ただ、タイムシフトとかに残るから、顔隠したい人はマスクつけるとか。いや、童貞でもいいけど。うん、全然構わないよ。
マスクか仮面か。マスクでいいんじゃない？マスクだったら顔わかんなくなるから。DM ちょうだい。まあ今 DM してくれたら返信するけど。LINE か DM？ LINE だと早いけどね、返信が。まあ DM 送ったら、まあ今 DM 見れるから、今送ってよって送って。おっさん多いよね。積極的な女性、まあ面白い人がいいね、できればね。まあ特定しようとする人がいるから。あとで、はいはい、了解。童貞でも別にいいけど。ねえ、部長亡くなったね。うん、チャンスは自分で掴むものですよ。黒が好きなんです僕は。のんちゃんとはお別れしましたね。振られちゃいました。いや知ってるよ、部長亡くなったの知ってるよ、聞いたよ。うん、辛い。あ、俺は配信見れてないけど、うん、悲しいよね。部長亡くなったのはね、悲しいですよ。ブロックされてる、うん、いやー可愛がって10年連れ添ったペットだもん、誰だって愛情湧くでしょう、うん、誰だって愛情湧くよ。湧かない方がおかしいでしょう、そんなの。ヘッドホンつけてるのは自分の声をモニタリングするためですね。ラジオとかでもつけるでしょ。音声を確認してるんですよ。リスナーさんに聞いてる音声を。辛いよ。辛いよ。愛情あるよ。辛いに決まってるじゃん。え、ちゃんまん虐待してたの？家族だもん。あ、ババアとかブスとか言われたいんだ。じゃあここの放送映ったらババア消えろとかブスとか罵られるよ、うん、すげえディスられるよ、精神崩壊すると思うよ、うん、いやー配信向いてるだろうね。部長怯えながら暮らしてた。年齢は一緒じゃない、釈迦とペコは。うん、釈迦自体が5年目に入って、ペコは1年目だね。収納下手だよ、うん、セゴロを勝つ自信あるよ、うん、あるよ、うん、ああ来てよ来てよ、全然いいよ俺の家来て。実際文字なのに、いや体験してみればいいんじゃないの、うん、体験してみるのが一番早いと思うよ。で俺の枠に出たら絶対ディスられるから、うん、
100% ディスられるから、40代の女性全然無理じゃないですね。面白いよ。常にまあまあ人間がいるだけだから、いろんな人がいるっていう。マカロンありがとうね。いい人もいれば悪い人もいるしね。ありがとうマカロン、ありがとう、ありがとうございます。わあすごいマカロン、ありがとう、ありがとうございます。いや女性は年齢じゃないと思ってるけど、なんかなんで年齢で判断するの？人を愛するのに年齢とか国籍とか必要なくないか？年収とか。好きなものは好き、嫌いなものは嫌いって。わかんないよ。新しい彼氏ができたかどうかな。マカロンありがとう。ありがとうマカロン。ありがとうマカロン、ありがとうマカロン、ありがとうね。うわすごいマカロンたくさん、ありがとう。誰だろう、見てみるね。マカロンありがとうね、うん、自由にコメントしていいよ、うん、マカロンたくさんありがとう。マカロンありがとう。80歳でも好きになったら80歳、年齢関係ないでしょ。マカロンありがとう。マカロンありがとう、ありがとうね、たくさんありがとう。すごいなマカロン先生だね。マカロンって最近流行ったよね、ここ 2,3 年ぐらいで。あれは何だろう、パンケーキになるの、何になるんだろう、マカロンって何のお菓子なんだろうね。焼き菓子になるんだ、クッキーとかのジャンルになるんだ。すげえ寒い、部屋が寒いよ。甘いんだ。あ、はそうなんだ、卵白なんだ、甘いんだ、食べたことない。寒いね。そうだね、お付き合いした女性で最高年齢はのりこだね。のんちゃんだよ、最高年齢は48歳か。アントワネットが好きだったんだ、10年前くらいの。マカロンありがとう、ありがとう。暖房がついてないんだよねこの部屋。カラオケやりたいな、カラオケ行きたい。うん、多分俺のランキングが上がるってことだと思うんだよね。多分俺のランキングが上がるってことだと思います。マンスリーランキングとかが上がるってことだと思う。ありがとうマカロン、ありがとう、たくさんありがとう。黒ごまマカロンありがとうね。ありがとう
いっぱい会えてもありがとう。ツバニャンとセックスしたいとは思わないな、やだ。人との約束破るからね。愛子ちゃんかわいそうだったもんこの前。俺はツバニャンとシキさんは嫌いだな。暖房壊れちゃってんだよ。エアコンが壊れてて。トレさん別に嫌いじゃないよ。色黒でガタいいからツバニャンとシキは嫌い。別れた。うん。今彼女いないんだよ俺。1ヶ月間ぐらい見てないでしょのりこ。やだ絶対やだ、妻に付き合いたくない、性格。そう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 、振られたね、振られた、別れて正解なのかな。いやいやいや、顔がどうとかじゃない、性格が無理だね。なんだよ反省するって。和藤さんが反省したら許しますって。風俗は行かないね俺は。お金ないもん、そんなお金。お金あっても多分風俗行かないと思うよ。風俗行ける人はお金に余裕のある人だよ、よっぽど。海保なんか配信やってないみたいだね最近ね。あーそうだね、やりたいことに口出しはダメだよねやっぱね、束縛は別にされなかったけど。ね、なんか放送やめたみたいだね。合わなかったんでしょう多分放送が。うん、そうだね、俺はだから自分のやりたいことを応援してくれる人じゃないと難しいよね。ねえ、稼げないからやめたんだ。映画作ってる、もう撮影バンバンやってるよ。ああ配信者と付き合うのが好きな女の人っているよね。オカリナさんとか典型的だよね。オカリナさんね、美人だしいい人だったのに。オカリナさん可愛かったのにな。どうだろうね。アップルっていうかジョブズだよね。
のりこ床に埋めてねえわ。床に埋めるっていう、うんうん、床に埋めるって、うん、あ、そうなんだ、うん、のりこはだってヘビーリスナーだもん。のりこはもともとあのなんつうの有名コテハンだから、うん、寒い。いや、キツネ枠だから分かんない。のりこが俺の放送を見てるかどうか分かんない。花火してんだ。へえ、瞑想してんな。まあ30過ぎてタトゥー入れるって結構勇気いるよね。俺入れる勇気ないもんな、タトゥー。あー、鮫島さん中二病だよね。鮫島さんタトゥー背中にバッチリ入れてるよ。去年がっつり入れたよ、でっかいやつ背中一面に入れたよ。すごいよね。銭湯はもう入れないね。いや、タトゥー入れたいってずっと思ってたけど、気づいたらもう34だかんね。34でタトゥー入れるバカいねえだろう。あ、そうそう、島村で売ってる T シャツみたいなタトゥー。まあでもタトゥー入れたとしても俺は人に見せないかな、絶対に。なんか入れ墨とかタトゥー見せる人ってなんかなって思うんだよね。いや、タトゥー自体は俺は格好悪いとは思わないんだけど、タトゥーを見せびらかすのはダサいと思ってる。もし入れたとしても入れてるっていうことを人に言わないかな。そういうもんじゃないと思ってるから。やっぱりね、日本はそのヤクザが入れるもんだっていう文化だから。鮫島さん身長どれくらいかな。100 めめんともりやめて。150センチ台だね。鮫島さん小柄だよ。だって体重39キロだよ。39キロだよ。鮫島さんマジだからね。え、37キロとか言ってたかな。ガリッガリだよ。うん。37キロかな。いや、びっくりするぐらいガリガリだって。うん、骨と皮だよ。いや、女の子より細いってガリガリだって。ガリガリ。ガリッガリだって。35キロなの今。いや、でも見た目そんな感じだよ。ガリッガリだから。何食べないんだもん、ご飯。
ご飯食べてるところ見るのレアだもん。カマキリ、こんにちは。だから俺に一回ローキックして、俺が捨て頃の癖で勝ってローカットしちゃったの、膝で。でそしたら鮫島さん折れたっつってたもん。本当にいて、折れた折れた折れたって本気で言ってたよ。小学生でもボコられたら負けるだろうね。多分小学3年生とタイマー張ってギリギリだと思う。小学4年生には絶対勝てないよ。小3でギリトントンぐらいかな。いやすごいよね、ハートだけは世界チャンピオンより強いからね。鮫島さん本当心だけで戦ってるからね、すごいよ、メンタル強すぎる。今日さっき弁当つうかコンビニ弁当食ったから今何も考えれないね。いや慎吾さんは月100万以上稼いでるからね、トップ上級国民だよ。全然月収100万ってね、1300万ぐらい稼いでるわけでしょ。トップ 1% だからね、日本の中で。のぞみさんはもう配信やってないかんね、わかんないな。あ、彼女とかは大事にするね。カラオケ行きたいな、カラオケ行きたいな、カラオケ。いつも口だけだよね、あれ。働くっていうのやめた方がいいよね。トップ 1% が年収1300万。トマ・ピケティが言ってた、日本人のトップ 1% の平均収入が1300万。だから、1300万稼いでる人は日本人100人に1人の金持ちだね。働かなくていいのにね。そう、働くって言うからおかしいんだよね。カラオケ配信やりたいな。そうだよ、日本は意外と格差が少ない方の先進国の中では、異常に格差が少ない国ではある。俺は YouTube 2000人だね、2100人ぐらいかな。確定申告してないでしょ、ホストキャバ嬢風俗嬢は。
夕飯まだ決めてないね。何食べよう。何食べようかね。まあまあ縁がないっすよ僕には。はいはい、いらっしゃい。最近入ってないよ。なんで？今北産業。好きな食べ物はお米。髪の毛は交代してるよ。古本屋の親父みてえだなとか言って。かっこいい、ありがとうございます。カラオケ行こうかな。カラオケ、カラオケ配信やってもいい？男館塾やるよ。カラオケ久々、お酒飲みながらカラオケ配信やってもいいですか？料理枠今お腹いっぱいだね。カラオケ配信やってもいい？X かな、X とか歌いたいな。冷め切った街に別れを告げ。カラオケ配信 X 歌いたいな。なんだっけ、カラオケ配信久々やりたいな。 X 叫んでみろ。うん、あとマキシマムザホルモンとか歌いたいかな。鼻詰まり直したから歌え。うん、X のジョーカー歌えないな。カラオケどこあんだろう。カラオケ尾崎豊歌えるよ全然。シェリーは配信者のテーマソングだと思ってるから。シェリーはあれ配信者のテーマソングでしょ、どう考えても。シェリー、俺は転がり続けてこんなとこにたどり着いた。シェリー、うん、盗んだバイクね、うん、なんか今の若い子にはあれは共感されないらしいよ、うん、ナイスってこれ何の機能なんだろうね。なんか最近実装されたけど、落書きのか教科書と外ばかり見てる俺。いや、もうバッチバチの殴り合いかな。
あばら狙いとかじゃなくてバッチバチの殴り合いだと思う。自由だよ。本当は人間はみんな自由なんだよ。どこのカラオケ屋行こうかなとか思ってる、うん、あ、お金もらえるんだこれ。いいねボタン押すと。へえ、知らなかった。いくらもらえるんだろう。10日に1回お金もらえるんだ。へえ、別に荒らされても何のダメージもないからね。あー、カラオケ行こう。どこが近いかな、ちょっと検索するわ。待ってね。収入だけじゃない、社会的信用がつくじゃん。社会的信用はでかいよ。俺らは社会的信用ないかんね。すごいね。あった、カラオケ。ワンワンとの対談から見てんだ。すげえ古いリスナーさんじゃん。すごいね。カラオケ行くか。カラオケ行くか。ストレス発散。
はい、ワゾツアイテムありがとう。花火一発、しょうがないよ。これが俺の現実だよ。現実は受け入れないと、うん、まあまあしょうがないじゃん。カラオケどこが安いのかな。何歳の時に出会ったんだっけな、うん、あのね、コンティニューコインっていうやつもらえるとすげえ嬉しいかな。コンティニューコインがいい、カタリストさん、うん、コンティニューコインが延長ができるのね、これがあると、うん、3年前ぐらいだから俺が30だったっけな、あんま覚えてねえな。2枚送って、あ、全然全然、あの、いただけるだけいただけたら嬉しいですね。コンティニューコインありがとう、ありがとうございます。俺の放送見てると生き方改めなきゃって思う。いきなりステーキはミドルリブは好きだね。赤身の肉はあんま好きじゃないんだよね。ありがとう、アイテムコンティニューコインありがとう。サンキューです。何、どこの店舗行こうかな。ハンバーグが美味しいんだ。歌舞伎町の方行くか。スタジオでドラム叩く方がいい？でも歌いたいんだよね。最近歌ってなかったから。歌いたいんだよね。うん、いや、アイテムはいただけるのはいただきますよ。確かにドラムの方が、あの、なんだろう、閲覧増えるんだよね。コインはいつでも送っていいの？無駄になるタイミングとか。あ、ない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 。いつでも、あの、延長になるから、ありがたいですね。そうそう。歌って酒飲んで発散したいんだよね。あんまり酒飲みたいとか言わないでしょ、俺。あ、今日光くんの誕生日会なんだ。へえ。誘われてないから行かないかな。気まずいじゃん。ニコ生の社長に顔似てますね。もともとニコニコ生放送っていうサイトは、
オタクたちがわけのわかんないものを作ることによってどういった面白いコンテンツを作るのかっていうのが、非常に面白いサービスだったんですね。もともとお金っていうのはお金を生み出すとか有益なものを社会に提供するっていうことは一切考えなくて生まれたものだったんですよ。今のはカワンゴだね。カワンゴ、え、知らないの？カワンゴ似てない？今のカワンゴそっくりだよね。結構クオリティ高いと思うよ。結構寄せてると思うけど似てない？マジで似てるでしょ今のカワンゴ。似てないかな。はい、ワード2、ヤッチューさんいらっしゃい。もともとあるサービスだよこれ。もともとあるサービスだね。うん、昔からあるニコ生もう古くからこの機能はあるよ。そうそう、ありがとう。ヤッチューさんからお茶爆50いただきました。ヤッチューさんありがとう、ありがとう。うわすげえ、ヤッチューさんから2発目お茶爆100いただきました。ありがとうございます。ヤッチューさんナイス、ありがとうございます、ありがとうございます。ヤッチューさんナイス。風俗なんかお金払ってねえあれだとなんか悲しくなるから。コンティニーコインありがとう。うん、パソコンについてるわけじゃなくてソフトが無料で公開されてるんだよね。うん、ソフトが無料で公開されてます。うん、寒い、寒たん、ヤッチューさんすごい。ヤッチューさんお茶爆100ありがとう、すげえ。ヤッチューさんありがとう、すげえ、ありがとうございます。来たこれ、ヤッチューさん来たこれ、あざーす。来たこれ来たこれ、あざーす。うん、嬉しいわ、ナイスー。うん、ナイス。景気いいなっつって、うん、ちなみにあのツイキャスのコメントはブルーで表示されますね。あ、そうですそうです。黄色いコメントがふわっちのコメントで、でブルーのコメントがツイキャスでコメントで同時配信でやってますね。はい、そうなんですよ。俺はもともとツッコミタイプなんだけど、配信はねリスナーさんがツッコミたがるからボケ属性の方がいいんだよね。うん、だから伸びてる配信者は全員ボケ属性でしょ。うん、なんだかんだ稼いでる。なんだかんだ生き残ってるよね。うん、なんだかんだ生き残ってる。だからコラボをするとね、あの相乗効果が出るよね。誰かと絡むと再評価されることが多い。コラボ放送でボケタイプの人、強烈なボケタイプの人と絡むと、ワドお前面白かったんだなって言われる。ピンの放送は向かないんだよ。うん、だから相方がいた方が本来はいいんだよね。金梅さん最強でしょ。
金梅さん最強だよ。ありがとう。キツネさんから花火いただきました。ありがとうございます。あざーす。花火きた。ありがとうございます。確認します。ありがとう。そうなんですよ。で、匿名でコメント書きたい人はあのふわっちで、コテハン残したい人はツイキャスっていう、そのニコ生みたいなシステムを導入したくて。ああ、ありがとうね。ありがとう、ありがとう。この人か。うん、そう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 。お茶爆50が俺の身入りが350円、お茶爆100は俺の身入りが700円ですね。いや、めちゃめちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。あ、何これ、やっちゅうさん、このアカウントなの？名前が違かったから分かんなかった。景気いいね。景気いいっすね。あざーす。金梅さん面白いからでしょ。普通に面白いでしょ、金梅さんは。俺ドルさんからコラボ全然やりたいよ。全然。ニコ生ルーツだろうね。間違いなく俺の放送の基盤を作ったのが。あ、そうだったんだ。知らなかった。覚えておくね。ていうか、統一してもらえると嬉しいな。あ、知らなかったわ。ありがとう。金馬さん面白いよ。で、まあ、ニコ生は俺のルーツだよ。間違いなく。うん。コメントのさばき方から、何から全部叩き込んでくれたのはニコ生でしょ。ニコ生やってなかったら多分無理だったよ。対応できなかったと思う。こういう放送のノウハウ、画面の作り方から何から機材から全部教えてもらったのはニコ生だから。ニコ生のオタクたちがね、俺をここまで成長させてくれたんだよ。ケチャップしょっぱかった。痛かった。あそこまで。ケチャップは飲めない。舐めてもしょっぱいもん。金梅さん仲いいっていうか、俺後輩だから、圧倒的に後輩だから、俺の口から仲いいとか言えない。レベルが違う。ニコ生はまあ今ではオワコンだよね。でも当時のニコ生すごかったよ、やっぱ。うん、連投なくなったね。うん、あ、まあまあ映像の作り方っていうのはまあ俺が考えてるけど、そのシステムであったりとか、放送のそのビットレート数とか、そういうなんつうの、何キロバイトで何メガでどう出すとかは全部ニコ生で教わったの。いや、金梅さんとかよっさんとかみどりさんとかねるさんとか、やっぱりまあ俺はえみさんすごい尊敬してんだけど、特に俺の人生変えてくれた人はエミさんだと思ってて、エミさんもういないけど、あとやっぱり黄色ピョコタン先生とか浅野光先生とかにリスペクトは絶対あるよ。あの人たちを見習ってつうか追いかけてここまでやってきたから。いや、香川さんも圧倒的に先輩。香川さんはすごかったよ。まあ鮫島さんとかね。アゴヒゲってどこまでも伸びんじゃないの、わかんないけど。セコンドはまだ決まってないですね。セコンドは決まってない。いや、エミさんやってたよ。エミさんやってた、やってた。ふわっちもやってたんだよ。撤退したんだよね、閲覧集まんなくて。元気だよ、元気元気。アイラは同期って感じ。別になんか普通に仲良かった配信者、先輩ではないね。うん、ガタイ良くなった。あ、そうっすね。まあ走ってるんで、はい、トレーニングはしてるんで。アイラとか川崎洋平、サノッチ、ワンワンとか同期って感じだね。なんか一緒に切磋琢磨してた、来た中で。まあ、ネットの損失とか古いよね。うん、まあ、特に大手さんで圧倒的な精神的な影響力を受けたのはエミさんだよね。うん、
俺は別に何とも戦ってないよ。常に自分と戦ってるよ。あ、そうだったんだ。いや、来てくれて嬉しいっすよ、やっちゅうさん。ありがとう。渋谷のキングは俺が始めた時に、俺が配信始めた時に引退、もうニコ生一番最初オワコンって言われた時で、ゆいがさん辞めて、渋谷のキング辞めて、エビゾーさんも辞めてたんだよ。だから渋谷のキングさんは知らないって感じ、ゆいがさんの全盛期とか。だからうなちゃんマンのあのくだりだよね、なんだっけ、 D プラス、 D プラスは俺が配信始めた時にはもう終わってたから、あの辺の世代は俺はリアルタイムでは知らない。ニコ生アカウント、そうそう、俺が初めてバンになった時に、放送ができなくなった時に、あの俺にアカウント貸してくれて助けてくれたのが、あの孫子だったの。そう、コメント流れてんの面白い、うん、青色がね、あのツイキャスで、黄色がふわっちっていう風にやってますね。だから匿名はふわっち、コテハンはツイキャスって感じ。名古屋のキングって人は俺絡んだことないし、聞いたこともないね、名前を。石川の竜家はまあ今と同じだね、ニコ生でも超大手、まあ別に今と変わってない、ずっと大手。ももくり3年かけ8年、わかんない、つながりはないよ。俺がドカソだったから、ドカソ、まあ今でいう解放みたいな感じだから。この放送に需要あるのかどうかわかんない、見てる人に聞いてください。藤子はだから配信始めたての時に絡んだって感じ、うん、解放はね、配信やってないらしいね、なんかさっきも噂になってたけど。卵味噌とは別に絡みはないですね、僕は、うん、元気なのかね、わかんない。まだまだ飛べるよ。初見さんいらっしゃい。ふじこちゃんは今でもやってるじゃん、放送。うわー、穴開いちゃったよ。パーカーについに穴が開いた。ねえ、いろんな動画サイトあるもんね。うん、え、クモン流出てきたの？え、どこでやってる？え、クモン流出てきたの？マジか、マジで、どこ？あ、バガープレゼントありがとう。出てきたんだ。ホワイトニングやりたいね。よかったじゃん。やってなくない？どこ？やってないじゃん。お勤め終わったのかな？あ、元気ですよ。いらっしゃい。うつは治ってないっすよ。躁うつ病抱えてますよ。治ってないっすね。荒野と公文竜全然関係ないと思うよ。ベスト5、雑談界隈で言ったら横山みどり、石川のりゆき、横山みどり、石川のりゆき、順位ってどうだろう、
難しいな。まあ、みどりさん、のりゆきさんはまあ間違いなく5に入るでしょう。誰だろうな、5。トップ。うなちゃんマン。3人目、うなちゃんマン。あと2人入れるとしたらどうだろう。難しいな。どうだろう。あと2人どうだろう。まあ、あんまり変わってないかな、今と。いや、クモン流は結構長くなるはずだよ。フワッチチルドレン感がすごい配信の同期は橋本くんなんだけど、橋本くんの方が先に売れてるの、圧倒的に。あの金梅さんファミリーだったのね。だから閲覧もすごかったし、本当に1ヶ月前後で配信始めたのは橋本くん。ただ売れたのは圧倒的に橋本くんの方が早くて、あとだからレベル的な同期で言ったらワンワンとかだね。もう思いっきり閲覧も同じぐらいで、ずっとお互いディスり合ってたのワンワンだね。橋本くんはほらプロの散歩師だから。3枚目ヒカルくんは2年後ぐらいだね。あの むしろニコ生じゃないから、あのヒカルくんはもう圧倒的にツイキャス勢だから、後輩って感じはないね、うん、いやプロ散歩師でしょ橋本くんは、うん、俺が一番輝いてたのはやっぱニコ生のやめる前で、同時閲覧1000人ぐらい常にいた頃じゃないの。あの時が一番リスナー多くて、もうコメント止まらなかったもんね。尊敬してる配信者は一人もいないかな。アルファ7買ったらいいと思うよ。アルファ7めちゃめちゃいいと思うよ。アルファ73。
多分アルファ9とか買ってもオーバースペックだと思うから、3で全然といい、全然だと思うね。自分はアドさんのこのスタンス好きですよ、応援してます、ありがとう。まったりまったりだね、ありのまま。まあまあ体感がないんじゃん、やっぱりなんか100人が少ないって感じるのって配信をやったことがなくて、やっぱり金梅さんのリスナーとか大手の1000人とか500人とかを見てるから自分が作った数字だっていう風に勘違いしちゃうんだよね。過疎でもいいから配信やってみたら、100人集める難しさ、100人をずっと何年間もキープさせる難しさっていうのが分かんないんだと思うよ。曲名はね、スムースフリクションですね、スムースフリクション。愛はこつ400人ぐらいは来てない、200から300ぐらい、ふわっち1年前ぐらいは。あちゃんまんは僕はずっと追いかけてましたね。佐野の配信スタイルが理想の配信スタイルで、本当もう佐野なしでは生きていけないっていうか、佐野がいなかったら俺死んでたんじゃないかな、って昔は本気で思ってましたけど、今は何も思ってないですね、彼に対して何も思ってないですね。昔はもう佐野っ子だったよ。鶴の神はだからニコ生の頃和道ファミリーとか言ってたからね。何の感情もないですね、佐野には。赤いバッグ今そこにかかってるね、いい感じですよ。まあ10年かかるよ、本当にいい色になるには。ねえ部長残念だね。いや金梅さん予算の閲覧はトップだよ、メジャーリーグの第一線でやってるような人のレベルだよ。だって1ヶ月間に10万人が見るんだよ、10万人、仲今は良くないかな、昔めちゃめちゃ仲良くなる、仲いいんだけど、昔めちゃめちゃ本当に仲良かったんだけど今はそんな仲良くないかな。バガープレゼントありがとう。これこの書体これあれじゃない、ただの明朝だと思うよ、これは明朝、特にこだわってない、書
配信会も人間関係超縦社会だね。部長昨日な今日か今日の朝亡くなった。部長亡くなったんだ。民調だねこれは。いや普通のパソコンに入ってるデフォルトだと思うよ。俺いじってないもん。で明らかに民調じゃん。だからデフォルトの Windows のデフォルトの民調だと思うよ。文字職はね YouTube のコメントが流れたら赤になる。だからサイトのイメージカラーにしてるねこれは。ふわっちはオレンジ、ツイキャスはブルーで、 YouTube ライブを同時にやったら YouTube ライブのコメントは赤になる、うん、今日の朝今朝そうそう、やっちゅうはツイキャスだからブルーになるっていう。そうで、コテハンを残せるのはツイキャスっていう感じで、で、あとはキツネってなるから、これだったら匿名と、要はサイト移動しなくて済むようになったっていう。コテハン残したい人はツイキャスについたらふわっちのコメントも拾えるしっていう、そのいいところを混ぜたって感じだね。部長そんなくなった。ニコ生は使わないから設定してないね。でもその各サイトによって色分けをするっていう感じだね。そうそうそう、うさすがにへこむでしょう。さすがにへこむでしょう。ちゃんまんも部長は10年だって。10年。そうそうそう、いやいやへこむでしょう。いやさすがにそれは分かってないよ、うん、凹んでたら飲めないよっつうか、うん、知らんね。めんどくせえな、うるせえな。俺が凹んでたら、凹んでるっつったら凹んでんだよ。噛みついてくんなよ、いちいち。知らねえよ、佐野の犬が死んだから飲めないとか飲めるとかよ。うるせえよ。俺が凹んでるっつったら凹んでるんだよ。バカが。知らねえよ、おめえの普通とか普通じゃねえとか。押し付けてくんなよ。知らねえよ、好きに見りゃいいじゃねえか。へこんでねえとかへこんでるとかどうでもいいよ。押し付けてくんなよ。てめえが正論だと思うのよ。全部ネタだよ、配信者なんか全部ネタだよ。いや俺は喪に服さないよ。俺は宗教とか嫌いだから。
俺は自分の感情は自分の感情で伝えるもん。誰にも押し付けてねえから。俺はこう思うよって話しかしないよ。それを悲しんでないに決まってるって佐野でもないのに勝手に決めるなっていうの。いや放送回ったら全部ネタだよ。全部ネタでしょ。俺押し付けてないよ。俺全然、俺はこう思うって話をひたすらしてるだけだから。いやー全部ネタでしょ。昨日だね。あ違う、今朝だね。うん、やりたいのもネタ？監督やりたい。俺は全部ネタだと思ってるよ。全てが俺のネタだと思ってるけど。サラリーで生きてるやつはこの生き方できるか。いやしなくていいでしょ。サラリーで生きてるってまともなことだから、そんなまともな人生棒に振ってまでやるもんじゃないと思ってる。俺サラリーマンに対するリスペクトあるもん。だいたい朝起きてシャワー浴びてる時にオナニーして、寝る前に3回ぐらいオナニー、1日4回ぐらい、小学4年生の時から欠かさず。いやオナニーライフとはよく言ったもんだなっていう。だいたいそのペースじゃん。朝起きてオナニー、放送終わりですぐ FC2 でオナニー、夜お風呂に入ってオナニー、布団の中でオナニー、だいたいこのルーティーンかな。あマジだね、小学4年生からずっとだね。ハゲてるよ。あドカタはバカじゃん。俺今日ドカタがさ電車で隣になってすげえ嫌だったもん。ドカタって嫌だな。作業服で電車に乗るなよっていうね。ドカタ嫌い。まあハゲるよ。いやだからその結果だよ。ほら小学どれくらいすごいオナニスとかを物語ってるでしょ。百戦錬磨だよ。だからハゲ絶倫っていうのは本当だよ。ハゲ絶倫っていうのは本当、ズリネタなんかないよ。ズリネタなんかない。いや偏見じゃないよ。ドカタ嫌いなんだよ俺。どこが嫌いとかじゃなくて、ドカタが嫌い。いや、ドカタ敵だからね、もともと。トビも一緒でしょ。だからブルーワーカーが俺嫌いなんだって。いやどかたブルーワーカーは嫌いだよ、ホワイトワーカーに対する偏見はないですよ僕は。だからブルーワーカー嫌いって言って理解できない脳みそがドカタなんだよ。ドカタイコールトビは別だと思ってるのがドカタの考え方なんだよ。普通の世界ではドカタ嫌いで通用する、ブルーワーカーが嫌いで通用するのに、トビは別だと思ってるんだよ。バカなんだよ。だからそういうところが嫌いなの。トビはドカタじゃないと思ってるところがバカなんだよ。
土方が頭いいわけねえだろバカ。いや、すべての仕事にリスペクトなんてないよ。ない。あ、だからエグザイルとか浜崎あゆみとかが車で流れてたら嫌い。俺の世代で言うとエグザイル、浜崎あゆみ、高田久美、なんだ西野カナとか、わかるだろ俺が言ってること。ドキュンだよドキュン。アツシさん歌うめえとか言ってるバカたちだよ。本当に嫌いなんだもん。いいよ別に全国の土方なんて俺関わりたくないもん。BB に乗ってて、俺の世代よ。BB に乗ってて、バン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 エグザイル爆音で流してるバカいるだろ。で、俺言ってやったの。エグザイルが好きだったらスクーポンサンバディ聞いてごらんって。元ネタだからっつったら、スクーポンサンバディ聞いたら、全然良くないっつったの。バカだろ、本当に。圧倒的にアツシよりも歌うまくて、アツシがもともと声を真似てるわけじゃん。スクーポンサンバディの。歌の声のモノマネ上位互換なのに、スクーポンサンバディ歌うまくないっていうのもクソだろ。で、本当に浜崎あゆみが歌うめえと思ってんのもバカだろ。本当にユーロビート今時ガンガンで聞いてたらかっこいいだろ。テレテテレテンテレテテレテテンテンテテレテテンテンテテンって車から爆音で聞こえてきたら、それは逆に評価するよ俺。今ね、今聞いてたら今流れてたら逆にかっこいいだろ。いや笑うだろそんなの。ラッパーは別にそんな嫌いではないけど、聞かなかったかな。フォークは別にいいんじゃないの。うるせえな、ドカタたちでコメントすんじゃねえよバカ野郎。ドカタのところ行けよ。何言っても理解できねえ脳みそなんだから。いや、どかたラッパー多くないと思うよ。3倍目ヒカルくんは別に嫌いじゃないけど、いやいやだ、どかたと関わりたくない。いや、土方は集まんなくていいよ。土方の話はやめよ。知らねえよ、おめえの友達のトビがラッパーとか。知らない。土方が支援できるわけねえじゃん。土方が俺に支援するわけねえだろ。土方やってる可愛い女の子なんかいねえよバーカ。そういうこと、そういうこと。173号さんが汲み取ってる、そういうこと。職業差別ではないから。いや、土方は俺の放送見ないと思うよ、棟梁とかは。要は何言ってるか分かんないはずだから。トマピケティとか読んでると思えないもん。土方、うん、の棟梁がさね、土方の棟梁がピケティいいよねとかならないでしょ。
仏教の話とかについてこれるわけねえじゃん。マイケル・サンデル読んだよとか言うと思うねえ。コミュニタリアだよねとか言うと思う、土方の棟梁が。和道ってリベラルだよねとかついてくると思うかって聞いてんだよこの野郎。いや土方が読まねえだろ。土方が読むかよ。バカが。だからピケティもわかんねえ、マイケル・サンデルもわかんねえね。そういう土方と話す会話なんかねえっつってんの。友達のトビはトビの棟梁はトマピケティ読んでるわけねえだろ。連れてこいよそいつ。読まねえよ、読まねえよ。パチンコと車と女の話しかできねえんだよ土方は。インテリ土方なんかいねえよ。ぶっ込みのタクとかだろ。どうせ牛島くんとかの話ばっかりしてんだよ。ワースト見て泣いたわとか言って。バカすぎるだろ。ワースト見て泣いたわ。クローズ泣けるよねとか言って。泣けねえよバーカ。泣けねえよバーカ。いちいち名言言うたびに次の子までぶん殴るんだから。決め台詞言うのにぶん殴らないといけない漫画読んで泣けるわけねえだろ。いねえよ、うるせえな43号。土方にインテリなんかいねえよ、バカ。うるせえな。土方パチンコ好きだよね。本当に嫌いなんだもん、土方。もういいよ、土方の話は気分悪いから。土方北斗好きだよね、わかる。それわかる。土方は、土方はすげえね、あれが好きなんだよ。400分の1が好きなんだよね。わかる、すげえわかる。土方はね、重たい台が好きなんだよね。わかる、すげえ。ゴッドとか好きだよね。うん。土方好きだよね。いや、土方あるあるなんだよね。わかるわ、すげえ。何なんだろうね。愛してる、ありがとう。スロットの障害収支教えてっていうコメントが土方だよね、もう。あのね、土方ってこう言うんだよ。投資いくらっていうの。パチンコやるのに投資いくらって言うんだよ、土方ってバカだから。消費だわ。投資じゃねえわ。お前がやってんの消費だわ。バーカ。バーカ。土方バカだからわかんねえんだよ。
投資いくらで回収いくらで、バカだろ本当に。お前がやってんの消費だわ。本当バカ。もうやめようぜ、ほんと不快なんだよ。ドカタ嫌いだから、ほんとにドカタではやれよ、ドカタの話は。いや、芸術家多いっすよ。あの映像関係とかカメラマンとか、あの業界の人ばっかりっすよ、僕のリスナちょっと待って、ニンにさ、ちょっと LINE していい？ニンに。ニンに、今手空いてる？ LINE できる？ニンに空いてる？ちょっと今メールする。
コンティニューありがとう。コンティニューコインありがとう。うん、はいはい、ごめん、コメント読んでなかった、写真の管理ソフト、管理ソフトっていうか、管理ソフトは使ってないかな。管理は自分でやってますね。写真のフォルダーとかの管理は特にしてなくて、普通にフォルダー分け自分でやって管理してます。ツイキャス、あ、全部のアカウント、ワド監督だよ、俺は。Facebook、Instagram、LINE。全部のアカウントがワド監督。配信暇つぶし、ただの道具。